リライアンス ADA グループは、インドを拠点とするコングロマリットである。金融、通信、電力、インフラメディア、不動産、ヘルスケアなど幅広く、事業を展開している。オーナーは、インド2位の富豪であるアニール・アンバーにメディア部門司会社リライアンスエンターテインメントを、通じて、ハリウッドへの投資を積極化させている。 スティーブン・スピルバーグ率いる映画制作会社ドリームワークスの株式50%を取得したほか、ブレット・ラトナーやニコラス・ケイジなどハリウッドの監督、俳優が所有する制作会社と企画開発契約を結んでいる。リライアンスグループの創業者である父・ビルバイ、アンバニの死後、長男・ムケシュ・アンバニと次男・アニル・アンバニが経営権をめぐり対立し、 母親の仲介により、グループを2分割した。兄の向けシュアンバには、グループの中核企業であった、リライアンスインダストリーズを、弟のアニルアンバには、金融、通信、電力、インフラ、メディアなどの事業を引き継ぎ、リライアンス ADA グループを設立した。しかし、グループ分割後も、アニルによる南アフリカの通信企業 MTN への買収提案や、 天然ガス田の権益などをめぐって対立を繰り返している。ありがとうございます。